はい、私が政治家を志した理由です。僕が学生時代の時に、まあ、政治家というよりも政治に興味を持ったのは、アフリカのルワンダで、虐殺があって、その時に、本当は助かる命がいろんな事情で、助からずに悲しい結果を招いたという事件を目の当たりにしまして、それを、それがきっかけで、まあ、政治の勉強をしようと思い、留学して国際政治を勉強したのが、最初のきっかけです。でそれから、日本に帰っていろいろ実際の政治を勉強して、今回こういう県会議員に立候補させていただくという形になりました。